樋口ち主日は、日本の政治家、実業家。大阪市出身。東京都議、参議院議員、衆議院議員などを歴任。ジップは樋口産業創業者の樋口ち夫。し手門っても学院中学校、高等学校を経て、北里大学薬学部卒業。1974年に、家業の樋口産業株式会社に入社し、1990年に、 代表取締役社長を継ぐ。1993年の東京都議会議員選挙に日本新党公認で立候補し、初当選。1996年の第41回衆議院議員総選挙に東京長区から新新党公認で立候補したが、自由民主党の加須ヤ・シに1万5千票差で敗れる。1998年の 第18回参議院議員通常選挙に比例区から民主党公認で立候補し落選。2004年1月、江本武則が大阪府知事選挙立候補のため辞職したのに伴い繰り上げ当選したが、同年7月の第20回参議院議員通常選挙で落選。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙に比例近畿ブロック単独で 立候補し、初当選。2011年8月の民主党代表選において、加野道彦農林水産大臣の推薦人を務め、加野グループの結成に参加したが、加野が、樋口の公設第一秘書を、秘書の身分のまま農水省顧問に任命していたことが、批判され、リハルミツ事件の追及へと発展した。2012年7月、 民主党大阪府第13区総支部長に内定し、同年12月の第46回衆議院議員総選挙に大阪13区から立候補したが、比例復活もならず落選し、協託金没収。2013年6月19日に日本医薬品登録販売者協会会長に就任し、同年10月に民主党大阪府第13区総支部長を退任した。 2016年7月の第24回参議院議員通常選挙に比例区から大阪維新の開港人で立候補し落選。ありがとうございます。